はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は1月13日月曜日、時刻の方は19時59分です。てってれってれーん、ビャンビビュー。はい、そんなわけでね、今回はね、ちょっとスピーカーのお話になります。皆さん、たんのいって知ってる？おじい全然知らないんだけど、でね、ちょっとふとね、ふといろいろ巡回していて、このね、ゴールドシリーズっていうのかな、タンノイっていうスピーカーなんだけど、ゴールド、これ5で7、8っていうのがあってね、これ3兄弟なんだけど、でこのゴールド5ね、でこれが一番50ワットでちっちゃいんだけども、いや十分すぎる音が出るんだよね、これね。でね、これモニタースピーカーってやつで、でね、ダリとかねとこう比べてる動画見てね、でいや明らかにこれ音いいじゃん、すごいいいよねっつってね、なんかこういろんな音、例えば高音部分の出てる楽器にしても何にしてもね、これだ、誰だとなんかドンケンってか、ケンっていうのがキャンってこうキャンってこう出てるっていうのかな、モニターヘッドホンでもああって感じでね、900で聞いてる感じでああって、真ん中のとこにこうダーンってこう来るね、はっきりくっきり、そんな感じでしっかり聞こえるんだね、聞きやすい、すごく。で、ほーと思って。で、なんか、特徴を聞いてると、これ、ワンウェイなんだけど、ツーウェイなんだって。同軸で、違うところから鳴らして、これツーウェイなんだって、さっぱり見分かんないんだけど、これでツーウェイなんて、わかる？わかんない。なんか知んないけどね、知り物らしい。で、これさ、これすげえのが、なんかここでね、低音の調整も4段階パッパッパッパってこうできるのと、まあボリューム調整もできるんだけどね、要はアンプ式のスピーカーだよね、これね。で、音聞いてみるとすごい良くてさ、なんか見た目とか質感とか結構かっこいいよね、これね。で、これがね、なんかまだ発売したばっかでね、なんかすごく人気あるんだって、これね。どうも。なんか見れば見るほど、なんかいいなーっていう、なんか、みんな PC で横に、あれして、ダックでね、音聞いたりとかするらしいんだけど、なんかこのスピーカーいいなーと思ってね。で、これ、残念なことに、これ接続方式がね、そのままほら、スピーカー、ね、バナナプラグとかでペコってくっつくんじゃなくて、これ 3.5 ミリとかでほら入力してやるやつだからね、普通のアンプ付きのスピーカーだから、とは思うものの、でもそういうのでつけるやつあったよね、プリアンプの出力を 3.5 ミリとかで出すとこれで入力できるの。これ入力どうなってたかな、これね、なんか見ててね、なんか見れば見るほどね、なんかスピーカーでね、あ、いいなって、なんか久しぶりにちょっとね、思ったんだよ。後ろどうなってんだ、そうだね、だからね、これもうちょっと大きくなんねえかな。これね、アマゾンだとね、これ、アマゾンの画面だったら大きくなるかな。いいよ。ね。で、これほら、どっち側で使うっていう、左、右っていうスイッチがあって、で、なんかこう、音の、こう、マイナス2デシベル、4デシベルも調整できてね、低音のね、出方を調整できるっていうのと、まあ、あと自動で電源がオフになる、入力信号がなかったらね、この機能がついてるね。まあ、あと、ここ、バランス接続だよね、これね。もあるよ、っていうことで。
あとはここね、インプット、これね、3.5 ミリで入力なんで、これをあれでしょ、ノブサウンドさんとかのプリアンプからそのまんまこれに入れれば OK ってことでしょね。で、3.5 ミリ出力してるやつはこれね、プリアンプね。なんかこれね、音いいなと思って、なんとなくしっかり聞こえるっていうかね、なんかこれぐらいのスピーカーいいよね。で、アマゾンの方は品切れなんだよ、これがね。で、楽天市場の方を見ると音在庫はまだある。で、アマゾンで買うより楽天で買った方がお得なんだよ。これワッペア、これ44,000円、これ1本22,000円なんだよ、これね。1本2枚なんだけど税込みで22,000円なんだよ。で、今楽天見ると44,000円の税込みで、で送料が無料なんだよね。で、まあ、たまたま今この商品は8倍ってついてるから3520ポイントついてくるんだけど、キャッシュレス楽天カードで買うとこの 5% がそのまんまスーパーポイントでまたもらえるんだね。そうすると440で2000円ぐらい、また5000円ぐらい安く買えるから、まあ、3キッパぐらいで買えるのかな、わかんないけど4万円切る値段で、まあ、実質手に入るのかなっていうね。そんな感じだね、これね。アマゾンは仕上げだけど楽天はある。で、前さ、おじいが見てたのはこういうやつじゃん、このマッキー、なんか見た目このグリーンのこのリングがね、これなんかなかなかいいよねっつって、でお値段もペアで、ね、これ送料無料で12,320円で、ポイントが492ポイントだから、まあ、1万1000いくらか、キャッシュレス 5% 還元。こっちはペアでね、お値段が、まあ、4分の1だからけども3分の1よりちょっと安いぐらいかな、これね。これは使ってる人結構多いんだよ、意外と。これね、なんかちょっと おもちゃっぽいような感じなんだけど、まあまあ、この歌はまあ普通の音だよね、普通の、そんなに悪くはないと思うんだけど、でも普通の音っぽいよね。これなんか見た目かっこいいよね、これね、ちょっとね。で、こういうのをこれ 3.5 ミリの入力オンリーだよね。あとこれバランス接続、バランスはちょっとおじいわかんねえんだな、バランスに限ってはね。このインプットって、これはわかんねえ、バランスは、はっきり言って、まあ、バランスだと音がいいのは分かったんだけど、さあどうなんでしょう。これモニタースピーカーってやつなんだけど、YouTube でもね、紹介してる人がいて、でやっぱ音聞き比べてるのかって聞いてると、いや圧倒的にこれ聞きやすいんだよね、音いいんだよね。で、あ、こういうのってどうなんだろう、これ何ヘルツかな、これね、仕様がねあんまよく分かってないんだよ。50ワットで、あれ、クロスオーバー周波数2キロヘルツしか書いてないよ。これどこにあるのこれ。まあよくわかんないけど、こういうのってどうなんだろう。デジタルアンプだけじゃなくて、これあれなのかな、真空管ハイブリッドアンプとの組み合わせでも音いいのかな。こういうのをなんか一個欲しいよね。堪能いいって言うんだって。堪能いい。で、これ今ね、アマゾンだと在庫切れなんだよ、これね。で、これ今下の方を見てたらびっくりしたのが、堪能いいって、ブックシェルフ型で375,100円だよ。なんだこれ、このメーカーなんだ、そんな有名なの？
これ37万5100円だって。これ1本、これ何、これ1個で使うスピーカーなのかな、ペアで使うやつなのかな。37万5000円だって。どんな音がするの？でここ見ると、これどうなってんだ、なんかわかんない、赤赤白白白でどうなってんのかさっぱりわかんないけど、これ1個で使うのかな、2個で使うのかな、どうやって使うんだこれ。ウーハーってことはないよね。何なんだろう、これ2個ワンセットで使うの、それとも1個で使うの。すげえの売ってんだね。たんのいっていうの、ここにもあるよ。たんのいプレステージシリーズスターリング1本30万1239円だって。これペアで使うの、1本で使うの、どっちなのこれ。これしか写真ないけど、これあれだね、なんかあの天然の木で作ってあるような気がする、なんとなく。一個一個だからあれなんだろうね、 34Hz から4万6000Hz って書いてあるよ。すごいね。クロスオーバーは 1800Hz だって。どんな音するんだろうこういうのってね。すごいね。たんのいってそんなにあれなの、有名なブランドなの。あ、いっぱい出てきた。なんか、たんのいって、あ、すごいいっぱい。10万7800円とか、20万円してとか、これ何、そんなに高級なブランドなの、たんのいって。で、じゃあ、ペアで4万4000円ってすごい安くない。なんか、あれじゃん、おまけのネジ1本の値段じゃん、こういうスピーカーの。タンノイって高いよ。15万9945円とか。すっげえ高いよ。へえ。みんな高い。タンノイってなんか、これも1本46万8900円だって。へえ。いや、さぞ、オーディオマヤキ45年、ね、こういう音も聞いてるんだろうね、きっとね。へえ、こういう音はどういう音なの。もうだってこれ11万7800円で14万9800円でこれ9万8000円だって。もうこの9万8000円がすごい安く見えるよね。そうなの。たんのいだってみんな知ってた、こういうの。でこういうとこが出しているこのタンノイゴールド5ペアで44,000円、税込み送料込みね。で、楽天で買えば僕3520ポイントプラス 5% ね、スーパーポイントがくるよってことで。で実際にパワーもあるからね、結構これぐらいの音でバカバカなっても50ワットじゃ出るよね。50プラス50じゃね、かなり出ると思うんだけど、こういうのって素晴らしいと思わない。なんかおじいがね、ちょっと一回見ただけでなんかちょっとピピピッときたんだよこれ。あーいいなこれですね、うん、うん。どうなんだろうおじいの直感、どうなんだろう。今までだったらこういうさ、マッキーみたいなこういうの、あペアで1万いくらでちょっと見た目かっこよくて手頃じゃないなんて思ってたんだけどさ、どうなんだろうねこういうの。それともやっぱあれだの、有名どこのダリとかそういう方に行くの、みんな。なんか YouTube のなんか開封してレビューしてる、なんかいかにもオタクっぽい、なんかすげえでっかいスピーカーボンボンってなんかそれで BGM 流したから開封してた人、うん、もういかにもなんか好きそうな人のレビューのやつ見てたら、音いいんだよ本当に。あーと思ってね、
いや、なんかこういうモニタースピーカーでちょっと良くない、なんかそのまんま聞けるっていいよね。でこういうさ、マッキーとかだったらやっぱ同じように右チャンネル左チャンネルね、どっちで使うのって、あ、これあれか、あるんだよね、ボリュームもついてるし、あ、フロント入力なんだよね、 3.5 ミリがね。で、いや、スピーカーとか、いや、じゃあ、ヘッドホンとかイヤホンもこの前にこうやってパッパッとこうつけることができるから、まあ、パソコンのとこで置いといて使ったりとかね、そういうとこに、なんかラックのとこに置いといて使うにはアクセスが前の方が、スマホなんかね接続してやるには前の方が使いやすい。でもなんかすっきりとした見た目でやりたい場合は後ろから入力したいよね。前から入力ってちょっとパソコンのやつをこう持ってくるときはなんか嫌だよね、後ろでつけたいよね。それがちょっとねマイナスポイントかなと思ってね、そこまでしたくても後ろからこう引っ張ってきてスマホつければいいわけだからね、なんでこんなとこに入力があるんだろうなって思うんだけどさ、スピーカーでね、なんか邪魔だよね。まあ強いて言えば、まあヘッドホンとかイヤホンがつけられるっていうのはまあいいなと思ったけど、まあそういう感じで手軽に使うにはね、これイヤホンは確かついてなかったと思うからね。でも音がさ、低音が裏側で調整できるのと、ここで手前で高音の調整もね、段階でこうデジベルでペッペッてこう切り替えできるのと、ちょっとねいいよね。デザインもなんかここ金属でできてるみたいだし、なんかわかんないけどワンウェイなのにツーウェイって言ってるんだけど、別のところから鳴らしてんだって、なんかそういうものらしいんだけど、ちょっとその技術がどうなってるのか、なんか分かりやすいページないかなと思ってね、うん、なんかこれいいよね、かっちょいいよね、なんかね、うん、かっちょいいかっちょいいで、この上の7とか8になるともうちょっとこう大きいんだけど、私が大きいだけで、まあ大きさ的にはこれぐらいの方が扱いやすいっていうかね、そんなに大きいのを求めてないからこれぐらいがいいんじゃないかなと思って、ね、裏はゴムが引いたらね、なんかここらの滑り止めがね、44,000円だよ、44,000円ね、44,000円、まあ昭和の時代だったらさ、だいたいあれだよね、ちょっと手頃なスピーカーシルウェイでアテネーターついてるのを買おうかなと思うと、だいたい5万円、1本5万円ぐらいのやつ買うと結構いいやつ買えたよね。で、値切って値切ってね、スピーカーでもあんまり、ね、安くしてこんないんだよね、スピーカーってね、昔ね。で、だいたいおじいが手が出るっていうと、1本2万5千円のやつだよね。ペアで5万円ぐらいのやつを値切ってって感じなんだけど、それ考えるとこういうのって、やっぱちっちゃい分だけ安いよね。ペアで4万4000円。でも、そう考えると、でもこれちょっと重たいとは言ってたけども、でも、これぐらいで2万円ってちょっと結構いいお値段だよね。ちょっと手を出すのには勇気がいるっていうか、でも音はいいから、もうなんか YouTube からでもその音の違いがね、いろんなのこう、交互にこう、同じのこう出しててくれてて、明らかに聞きやすいねこれって感じで、これは普通になんか聞いてるのに、多分キョンキョンなんかも絶対に聞きやすいと思うんだよね、こういうのだとね。これね、久しぶりにああいいなと思ったこれ、うん、今までほらこれどうだろうあれどうだろうとかって、これはこれはこれはみたいな感じでね、なんかどれも同じぐらいだけど、どうだろうなんて思ったけど、これはちょっとね、本格的になんかいいなって、この見た目もすごくいいし、かっちょいいし、この調整できるこのかゆいとこまで手が届くね、低音調整、高音調整もできるし、いいよね、ベースの音がすごく良くて、なんだっけ、YouTube でこれ、たまたまなんかいろいろ見てたんだよ、探して。たまたまなんか気になるのが関連にあったから、でたまたま再生したんだよ。そしたらなんかすごいああいいなと思ったんだよね。もう一回見て、あ、これいいなっていう、このねマッキーの
これ見た時はまあ見た目はいいよね。でもなんかあのお値段も1万円超えてるから、まあそこら辺のスピーカーかよりはまあいいのかもしれないけれども、でもなんかちょっとこう安っぽさっていうか、なんていうか、でも結構人気はあるんで、これあの評価自体見るとね、値段の割にはまあちょっとみんないいよって言ってる人が多いし、まあ、何よりもデザインがいいのとね、まあ、ちょっと使い勝手がいいやつなんで、うーんと思うけど、でもなんかちょっとね、なんかちょっとこの安っぽさっていうか、そのそういう意味の安っぽさじゃなくて、なんかね、その真空管プリアンプと組み合わせて使うにはちょっとバランスが合わないかなみたいなね、ちょっとそういう意味の椅子っていうか品っていうか、ちょっと安っぽさを感じる、うん、でこれはね本当なんかねすごい、うん、なんか好みだね。これどう皆さん、こういうやつってここがねバスリフになってるんだよ。でそこの真ん中のところにあのこれつまみついてんだけど、いやかっちょいいと思わない？これすごくいいよね。で同じやつだから右で使う左で使うってね、あの選んであのコードでつなぐんだけどね、これね、これいいよな。なんかあのやっとなんか初めてね、ああ真剣に欲しいなと思うスピーカーになんか巡り合ったような感じがする。これね、この上のシリーズの7との値段の差も5000円ぐらいしかない。だからペアでもね1万円の差しかないんだよね。アマゾンで欲しい方はそっち在庫あるよ。7とか8は在庫あるんだけど、でもあの50ワットあるんだったらね全然鳴らしきれるから、で多分レンガの上に置くとして、まあ、100円ぐらいのレンガの上にポンって置くとちょうどいいような気もするけどね。なんかこれがあったらいい音楽しめるような気がするけど、どうなんだろう。でもあれかな、そういうあのノブサンドさんのアップがいっぱいあるじゃん、プリアンプが。でそういうのをつけるのにやっぱこういうのじゃない方がいいのかな。結局やっぱプリの後ろにパワーをつけて、スピーカーの線でこうやってつなげるね、こういうアンプがついてない普通のやっぱやつをつなげた方がいいのか、どっちがいいんだろう。あのおじいがほらこの間ここにあるやつね、これね、ここにあるけどね、どっかの誰かさ、なんかね、おじいそんなスピーカー持ってたのなんしてね、いつも見てんじゃんこれいろんなとこに出てた。今これあのそこいつも足ぶつけるからさ、シャラネット今つけちゃってあるけど、シャラネット取ると、あこれフォーウェイだからね、いつも話に出てるんだけどさ、ね、いやでもなんか手頃だこれぐらいのやつでね、なんかこう結構重たいって言ってたんで出す時に、だ重みもそこそこちゃんとあると思うんだよね、うん、いやかっこいいなこれ、うん、いいと思わないこれ、うん、まあそれなりの価値があるんだろうね。堪能いい、いや全然聞いたことがないけどね、牛タンなら好きなんだけど、タンのいいね、なんかタンにいい、タンといい、タンのいいって何ってね、うん、でもいいな、なんかかっこいいな、かっこいいな。名前はね、なんかセブンの方が、ゴールドセブンの方がちょっとかっこいいけどね、名前で言ったらセブンが欲しいんだけどね。これのこれの7、ちょっと待ってよ、公式ページで見るとこれだよね、7、おう、ほら 見た目一緒なんだよ、全く一緒。578って本当ね大きさが違うだけだからね。これが 27,500円の税込みだから、うーん、いくらなんだろうね、2万5000円かな、2万5000円に2000円ぐらい、あおじい今日冴えてるね、2万5000円だ。だからさっき5000円の札したもんね、おじいね。だから1本300ワットだって、あそんなでっかいのこれ、
300ワットだって、これ1本で300ワットってこと、300プラス300ってこと、アップがないじゃん鳴らす。ノブサウンドさんのなんかでっかいのあったよね、片側いくつだっけかな、なんかでっかいのあったよね1個スピーカー鳴らすやつ、それでも300はなかったよね確か。300か、300でもここでさ100100100100で100100100100のスピーカーを前設置した時に、あのアイワのパワーアンプね、こうまで回るやつね、こう赤い丸がこうやってなるやつ、ここまででもうバカでかかったからね、ここでね。だからかえってこの300ワットでそのちっちゃいのでこう鳴らすと逆に相手はね迫力ないよね。だから逆に 5の方が、50ワットの方がそこそこちょっとこう出して、もうその人もなんだっけ、あのマックかなんかで再生しててボリュームもなんかこんだけ回るんだけど、こんだけでもうこれ以上音出せないって言ってたからね。だからこんなのだったら鳴らすものがないってことだよね結局。だね、そんなに大きいんだ。どんな人が、ね、ここに見えてるんだけどね、ここに見えてる、ここに、これちょっとここにあるね、これもうちょっと全体的に見させてくんねえかな。あ、だこれが最初のあれか、これが5、これが5で、これが7で、これが8、8っていうと、じゃあ何ワットあるの ?8 は、あれ ?8 も300ワットじゃん。なんかこれ間違えてない？7が100ワットで8が300じゃないの？違う？何が違うんだろう？何が違うんだろう？見た目は同じだから、箱のサイズが違うだけなんだよね。あれ？ゴールド5が200ワットモニターでなってる。あれ50ワットって書いてあったよね。200ワット、あれ50ワットって書いてなかった。ね、消費電力50ワット。200ワットモニターって書いてある。消費電力が50ワット。マニュアルをダウンロードしろだって。ほら、ここ不親切だよね。一覧表に書いてくれないの？マニュアルをダウンロードして。不親切だね、ここ。サポートダメだろ、ここ。こんなのじゃ。なんだよ。5。200ワットってなってんだけど。ちょっと待てよ。
あー見えない、チキショウ悔しいなー。よ、これぐらいでいいかな。わかんない。よ、ほら、うん、やっぱあれだね、100V 50-60Hz で 50W って書いてあるけどね、 50W のスピーカーじゃないの？違うの？あれ見てるのが違うのかな、もしかしてゴールド5だよね、これだよね、違うのかな。200W って書いてあるよ。アマゾンのページを見よう。あ、アマゾンのページを見て分かんなかったんだね。 50W って書いてあるんだけど、オーディオの録音編集ミキシングのマスタリングを問わずに真に優れたオーディオリファレンスモニターは可能な限り音楽の最も正確でむやみな色付けのないサウンドを提供する必要がありますって無理やり翻訳されてるねこれね。うーん、まあでも理屈はいいけども、なんか実際 YouTube で音聞いたらいい音に聞こえたから、そんだけだよね。理屈は分かんねえけど、ただ2way なのかどうかは分かんないけどね、うん、これいいな。クラス AB のバイアンプ構造、うん、でクラス A アンプは低音量としては素晴らしい音を出しますが、数百ワットの出力を要求すると熱として失われる膨大な量の電力を無駄にします。またクラス B アンプは効率が良いのですが、ミックスに大きな歪みをもたらす傾向があります。クラス AB アンプはクラス A の線形性能とクラス B の何これ、高効率性能を兼ね備えたアンプを実現。これはだから何、クラス AB バイアンプ構造っていうの、いいとこ取りをしたってこと結局。ザ・レガシー・リベーズ・オン、うん、なんか分かんないけど、世界中の一作の多くが録音ミックスされてるんだって。うーん、3年保証、ね、あった、再生数 70Hz から 20kHz と 49Hz から 20kHz。 どういうこと、これで 2way ってこと、1個しかないのに。クラス AB、 あ、 B ってなんだっけ。 A がアナログでしょ、デジタルが D でしょ、クラス A とクラス D でしょ、 B ってなんだっけ、あれ B なんてあったっけ、ちょっと待ってもう一回見てみよう。クラス B は効率が良いのですが、ミックスの大きな歪みをもたらす。まあいいか、わかんねえ、うん、まあそういうことで、あの私もよくわかんねえけど、おじいには難しいこと言ってもね全くわかんないけど、あのこれ見てね、スピーカーに興味のある人がいたら、あのこれタンノイゴールド5で YouTube ググると、あのなんか四角いメガネかけてたかな、確かね、なんか細いあのちょっとあの優しいカマキリみたいな方が本当にあの嬉しそうにレビューしてるんで、あの人の動画見るとなんかすごい詳しい説明してくれててね、あのすごい分かりやすかった。うん、比較でももう目をつぶって買ってきててね、あーいいよこれいいよねってね感じだったね。あーいいなー、いつか欲しいなこれ、タンノイ、ね、ゴールド5、ね、うん、ゴールド7で出し切れなくてちっちゃいので聞いてるよりも、やっぱ5で
そこそこ出して聞いてる方が、パワーは感じられると思うよね。うん、あれだよ、スープラで100キロで走ってるよりもミラターボで100キロで走ってる方がブワーッって走ってるような気がするようなね、それと同じだよねきっとね。はい、そんなわけで今回はね、ちょっと久しぶりにスピーカー見て、なんかこうもう虫が騒ぐっていうか、なんていうか、うわーこれじゃねえのみたいな、多分いろんなのたまにこうずっとこうやって見てるんだよ。あのヘッドホンとかイヤホンとかスピーカーとかってね、よくこうやって見てるんだよ、なんかハマると。でこれを見た人はこんなのも買ってね、見てますね、みたいな、どういうの流行ってんのやって見たけど、これはもうね、なんかこれ見ちゃったら、ああ多分次の何かいろんなの見てもこうみんな落ちてっちゃうだけで、うん、なかなかこれにかなうのは出てこないんだろうなっていうね。でちょうど値段からしても安くないし、でああもう高くて手が出ないっていうか、もう雲の上で一生かかっても無理っていうようなね、フェラーリ買うとかそういう感じでもないでしょ。だから頑張ればなんとかすればなんかいけそうなところ、手が届くその範囲だよねこれってね。プロジェクター買ったりとかね、ヤマハのアンプ買ったりするのと同じぐらいな、だこんなちっちゃいので4万円って言うと、なんかね、プロジェクターこんぐらいあるし、アンプだってヤマハのアンプこんなにあってね、4万円って言うと結構あるからさ、こんなんでしょ、どうせ これにこぶんでしょ、4万4千円かね、うん、いやでもこれどうなんだろうね、スピーカーコードをつけるスピーカーの方がいいのか、こういうアンプ付きのスピーカーでいいのか。でもなんか人気あるらしいんだよ、なんか売り切れてるし、どうも。でこれ買う人ってかなりやっぱりでもオタクの人が多いと思うんだけど、でもいろんな難しいことが分かんないおじいが YouTube から感じたものは、理屈は分かんないけど、あ、いい音してると思ったんだね、ちょっとね、なんかいいよ、ね、なんかね、昭和の時代にオーディオ専門店に行くとこうでっかいのとか置いてあるじゃん、なんかね、でなんかこうクラシックみたいな、なんかちょっとドドドン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 ピュルルルみたいなさ、あそんなジャズっていうのか、そういうのそういうのかかってんじゃん、なんかそれをなんかギューッと凝縮したような、なんかそんな音が楽しめるような、そんな感じがしたね、なんかね、うまく言葉で説明できないけど、なんか音のなんかこう基本的な、なんかこういい部分っていうの、なんか昭和の時代にこうタイムスリップしてオーディオ専門店で流れてきてたような、なんかああいういい音、2階に行くとなんかあった部屋から聞こえてきたような、そんな音に近いようなね、質がね、感じがした、なんとなくね、なんかこれいいな、これぐらいの大きさだったらね、なんかあとそのね、優しいカマキリみたいな方が言うには、人間の声で言ったら声がよく通るって言うけど、そんなような感じで離れていて聞いててもその音がしっかりと分かるっていうね。であとこれも言ったね、こうやってリスニングポジションがあるでしょ、でこれぐらいの範囲でこうやってこれぐらい動いても、真ん中にこの音があるっていう、なんか変な表現だけども、定位がしっかりしてる、なんか変な表現だけど、これぐらいだったら動いてもちゃんとこの楽器がここにあるっていうのが分かるっていうね、そんな表現もしてたんだよね。でダリとの比較があったんだけど、ダリの場合は高音がなんかこう引っ込んでるっていうか、なんていうかね、土管の中にいっちゃってるっていうか、あんまりおじいの好みの音じゃなかったんだよね。でもダリって言ったら結構なんかおじいも最近覚えた名前なんでね、なんか人気のあるメーカーっぽいから、そんなに悪い音じゃないと思うんだけど、でもなんかノイズキャンセリングかかったような音でね、こっちの方がなんか本当自然な感じで、
聞こえた、なんか、うん、ちゃんと、いい感じだ、なんていうの、これモニターか、モニターのヘッドホンで聞いててもそんな感じなんだよね。ちゃんとした音が真ん中にボーンってこう波動拳みたいな感じで、あのベースの音がバーンってこう来るからね、そんな感じのいい音で、高音が結構ね、YouTube の動画からでもちゃんとね、チャカポンキコガンってなってる、その音もしっかりと聞こえてたんで、ああこれいいじゃんみたいな、気に入ったんだよ。高音もよく出てる、しっかりとね、うん、いやこれいいな。なんかあんまりこんなちっちゃいスピーカーでワクワクすることはないんだけど、なんか久しぶりになんかスピーカーでなんかうずくっていうかね、ワクワクするとか、ああいいなと思ったね、これね。へんてこりんなおかしなスマホ買うよりもこういうの買った方がよくない？皆さん絶対に、ね、スマホよりもこれスピーカーだったらずっと長く楽しめるよ。ああもうアップデート来ねえよって言いながらね、バッテリー膨張したとかって2年3年で長持ちしたなーなんて言うよりも、もっともっとずっと使えるよこれね。いいなぁ、欲しいなぁ、4万4千か。よし、頑張ろう。ね、YouTube 頑張ろう。とにかく YouTube 動画頑張ろう。ね、いや、これ本当いいと思いません。音好きの皆さんの意見を聞いてみたい。まずは YouTube で優しいカマキリの人の動画をね、ちょっと見てみて、すごくね。うん、そんな感じで。いやいいなぁ、なんかちょっと久々にいいなぁと思ったこれね。はい、そんなわけでおじいでした。もうキリがない、エンドレス。おじいもまだご飯食べてないし、お風呂も入りたい、寒いからね。20時41分でしたね。いやまたちょっと寒くなっちゃった。パソコンちょっとグラボ入れ替えたかったんだけど、あっという間に一日終わっちゃった。今日はなんで時間があれだったかというと、 YouTube いろいろ見てたからね、設定とかね。でもうちょっとしたらね、旧のツールがなくなっちゃうんだよ。あと数ヶ月でもう順次みんな入れ替えになっちゃって、新しいスタジオで、今日も新しいスタジオでアップしたりしてたけど、もう使い勝手が悪くてしょうがなくてね、いやー困ったなーと思って、もう新しいのになっちゃったら全然使い勝手悪いよ、めちゃめちゃ。はい、そんなわけでおじいでした。いやスピーカーね、たんのいか、タンノイいいね。でもね、タンノイこれどこの国なんだろう、タンノイってね、うん、タンノイか、メール送ってみようかな。ダメ元でダメだろうな本当ね。はい、そんなわけでおじいでした。バイバイ、またね。